皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のブラリ旅日記は旅行代理店トラベルアイが企画した能登応援桜バスツアーの様子をご紹介したいと思います。皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回僕は金沢駅西口へやってまいりました。今日乗り込みますのはこちらになります。こちらのバスは JR バス所属でございまして、JR 七尾線を走ります花嫁のれん号と同じ、名前がついております。こちらはですねバスの方になっていますね。では早速中を見てみたいと思います。こちらはですね、中は3列シートの配置になっております。はい、そしてシートベルトはですね、先頭が3点式になっておりまして、そしてその後ろになりますと2点式になるんですね。それからですね、足の方にはですね、はい、こちらフットレストがついてございます。さあ、9時35分、金沢駅西口をスタートいたしました。予定時刻よりも約5分早めに出発となっております。今日はですねすごくいい天気なんでね、現地がですね楽しみですね。本当にいい今日は旅日和といったところでございます。今日の陽気こちらがですね、朝日スープドライ。では早速ですけどいただきます。乾杯。温泉とそしてオムライスの街ということで、こちらは別動画を用意しておりますので、そちらの方をぜひご覧になってください。よろしくお願いします。現在バスは渚ドライウェイを走行しております。画面向かって左側ですね、こちらが波打ち際、右側の方にこちらパンしてみますと、これ白いですよね。でこちらの方でね、たまにですね車がスタックしちゃうっていうねことあるんですよね。以上、知里浜渚ドライブウェイでございました。はい、金沢駅からバスを走らせること約40分、やってまいりました。最初の停車場、まあ、トイレ休憩なんですけども、こちら知里浜レストハウスでございます。こうやってね立ちますと、潮の香りがね漂ってきてね、すごくいいんですよね。能登知里浜レストハウスの中へやってまいりました。お土産物がですね、たくさん並んでおりますね。はい、石川県産の百万石ですね。これもいいですね、僕大好きですね。そしてですね、このレストハウスの目玉とも申しましょうか、元牡蠣ですね。元牡蠣をここでね食べることができるんですよね。いつかねちょっと食べてみたいななんて思うんですが、またね機械を作ってですね、元牡蠣食べに行きたいと思います。4月の27、28、29、春の牡蠣祭り、そろそろ岩牡蠣のシーズンですよね。岩牡蠣、食べたいですね。ここはですね、あの浜焼きが楽しめるんですよね。ただいまバスは門越道に入りました。これをまっすぐ行きますと富山県は氷見へ出られます。氷見から高岡へ続く道路でございます。車窓からはですね、広大な田園風景が広がっております。そして奥の方には桜並木でしょうね、桜が
います。はい、今バスを降りまして七尾駅移動中でございます。はい、やってまいりました。元鉄道乗り場でございます。あ、お疲れ様です。はい、ということで、うちのスタッフ演者さんの、ちいさんでございます。はい、お疲れ様です。今日はなんかね、急遽ね、参加していただけるということで、はい、今回乗り込んだのは君は放課後インソムニアというアニメのラッピング列車でございました。でこの列車はですね、中に入りますと劇中に登場したさまざまなシーンが切り抜かれてポスターとして貼られてございました。はい、ということで、貸切列車の方へ乗り込んでまいりました。このね、今日のこの列車は君は放課後インソムニアというアニメのラッピング化になっております。はい、通常この車両というのがですね、このテーブルがついてないんですね。で今日は貸切ということで特別仕様になっております。これね、仮設のこのテーブルになっておりますね。ただしこれ固定、半固定式になっておりまして、折りたたむことはできないんですね。では、続きまして、うちのスタッフと申しましょうか、パートナーのですね、ちいさんを探しに行きたいと思います。まだねチケット買ってないっていうことだったので、ちょっとね買ってくるっつったっきり見当たらないんですけど、どこ行っちゃったのかな。ちょっと探してみたいと思います。そして探しに行こうと思いましたら、和倉本線からですね、特急かがり火号が入線してまいりました。これが入線してきますと発車時間がもう近いということで、探すのを諦めました。で見つけました。先頭車両1号車の方にちいさんが乗っておられました。はい、OK、そして、待望のお食事タイム、お弁当タイムでございます。他の乗客の皆さんはですね、もうバスの中で食べられたり、してたんですけれども、僕はこの列車で食べようと思いまして、我慢をしておりました。そしてですね、開けた瞬間このエビフライがですね、またいいんですよね。でちなみにこのお弁当は千里浜の名物である貝飯が使われておりました。ということで全てを食べ終えたところでごちそうさまでした。いや、美味しいございました。今回僕が乗車しているこの貸切列車は、前より1号車は一般のお客さんが乗車する列車になっております。つまりですね、特別の臨時列車ではなくて定期運行されている列車に貸切の車両をつなげたという形になっております。ツアーに参加されている皆さんもそれぞれの時間を楽しんでいらっしゃいました。はい、こちら右手奥の方に見えるのが牡蠣の養殖場ですね。そしてですね、この杉林を抜けていきますと次の停車駅は西岸駅、こちらはですね、花咲くいろはという今から13年ほど前でしょうか、金沢を舞台とした温泉街をね巡る少女たちの物語、そういったアニメが放送されていたんですが、その劇中に使われた駅舎がこちら西岸駅でございます。列車は西岸駅へ到着でございます。劇中ではですね、西岸駅ではなくて湯の詐欺という名前になっておりました。でこちらのですね、ホームの方にも、心にくい演出がなされてるんですね。西岸駅を過ぎますと次は目的地である能登鹿島駅、別名能登桜駅でございます。こちら右手に見えてまいりました、こちらが穴水湾でございます。右手後方にはですね、こちら教会を挟みまして、能登島を挟みまして、奥の方は七尾湾というんですけども、手前側は穴水湾と呼称されております。列車は定刻通り能登桜駅こと能登鹿島駅へ到着しました。能登鹿島駅へやってまいりました。桜がですね、満開ですね。そしてもうお客さんもね、
満員御礼といったところでございます。まあこのね、桜をめでながらいつものようにやってみたいと思います。花見団子もらえますか。はい、取ってください。お花見団子購入してまいりました。あとはあのビールですね、ビールを購入して、ね、どっかに座って飲みたいと思います。花見団子でございます。そして先ほどいただいたこちらビールですね。じゃあ乾杯。ああ最高です。いいですね、こうやってね、桜の咲く中で、ね、花を見ながら、そしてビールですね、最高でございます。そして今日持ってきたのはですね、こちらになります。こちらは、ひつみ屋さんといいまして、穴水町にですねお店がございます。ひつみ屋さんから出ているクラフトビール、めぐみでございます。これですね、牡蠣の貝殻を使って、原材料に使って、このビールなんですってね。で、このラベル、ここから600メーター行った達也さんのところから撮ったこの風景だそうでございます。この日は幸運なことに立山連峰もよく見えておりました。先ほどの桜駅で小さんと別れた後、またまた移動をいたしまして、次に到着したのが、こちらが天日陰姫神社でございます。ここで神主さんのお話があるということなので、境内の方へ向かっております。こちらですね、御神木ですね。左右にこの御神木があるんですよね。でお話を聞き終えて、僕も参拝をするんですけれどもね、これ後で気がついたんですけどね、シャツが出てたんですよね、これね。いやーもうちょっとみっともないですね、お恥ずかしい。こちらどぶろく神社でございます。どぶろく神社、正式名称はですね、二宮雨日陰姫神社でございます。雨日陰姫神社ですね。はい、言えました。で、ね、あのどぶろくの試飲をさせていただけるということで、このちょっと汚れたこの体をですね、この神聖なるどぶろくで清めたいと思います。あ、じゃあお願いします。結構ドロッとしてるんですね。そうですね、はい、こちらが能登二宮神社のどぶろくでございます。では1本いただきます。ありがとうございます。お祓いをしていただきまして、どぶろくをいただいてまいりました。こちらの御神木にですね、耳を当てるとさーっというかザーっという音が聞こえるらしいのですが、まあ先ほどのですね、神主さんのお話によりますと、どうやらこれが聞こえるのは心の綺麗な純粋な子供が多いそうですね。でちょっと汚れたような僕のようなねものがこう耳を当てて、果たして聞こえるのかという、そういう問題がございますが、ちょっと試してみたいと思います。はい、皆さんご想像の通りでございました。全く何も聞こえません。周りのですね、音は聞こえるんですけどもね、そういったね、さーっとかっていうね、水の流れるような音はね、一切聞こえませんでした。はい。もう一度最後の悪わがきでですね、もう一度耳を当ててみたいと思います。よいしょ。何も聞こえません。全くもって何も聞こえません。周りのですね、この小川のせせらぎはよく聞こえるんですけれども、やっぱりね、ダメですね。はい。では次をね、見ていきたいと思います。さあ、こちらが逆立ちをしたお前犬でございますね。こちらがですね、天狗の足跡と呼ばれております。
予定より約10分遅れで神社を出発いたしました。目指しますは最後の予定地である道の駅能登千里浜でございます。道の駅能登千里浜でございます。ここへ来るとですね、まあ大体この中野と口野とあたりのですねお土産物というのはここで揃ってしまうという、そういう便利な場所でもございます。能登プリンブレーンって書いてありますね。ここでちょっとお買い物するわけですけども、はい、ありましたね。朝日スープドライブ、皆さんすごいものを見つけました。はい、こちらでございます。もうね、能登のね、もう能登のお酒といえばもうこれですよね。みんな大好きマスター J も大好物の草原でございます。まあね、非常に口当たりが良くて飲みやすくてね、ある意味危ないお酒、草原でございます。はい、もうこれね、ゲットしていきます。まあ、あんまりね買い占めるといけないんですけれども、まあ、せっかくなんで、帰り用とですね、よいしょ、お土産用に何本かね購入していきます。草原に気を取られてましてね、危うく忘れるところだったんですけれども、こちら能登千里浜の道の駅ではイノシシ肉の販売もしてるんですよね。でこちらを購入して、この日はボタン鍋と草原でした。この道の駅にも足湯がございます。大根足の湯でございます。入ろうと思ったんですけどね、やっぱちょっと時間に不安があったのでやめておきました。今度ね、次回はこちらにね浸かりたいと思います。ということで16時10分、金沢へ向けてラストランでございます。帰りにはちょっとしたサプライズがございました。朝通りました渚ドライブウェイを再び通行しております。このですね、日の光が水平線に照らされて輝いているという非常に素敵な光景でございました。先ほどの道の駅能登千里浜で見つけてしまいました。はい、草原でございます。こちらですね、ちょっとねお目にかかる機会もないのかななんて思ってたら、まあ、ひょんなところ見つけてしまいまして、で、お土産に何本かと、そして今こちらの方ですね、帰りは車窓を眺めながら、飲みたいなと思います。いただきます。では、ね、いただきます。現在バスの方はですね、千里浜から入りまして、今浜へ出てまいりました。ここからですね、能登里山に入って、金沢でございます。旅の終盤に至りまして、全員がこう一丸となったというね、一体化したというこの瞬間が今ございました。はい、全員がもう拍手で、ね、あの思わず、ね、思いっきり、ね、あの拍手しちゃいましたね。はい、いやいい旅ですね。バス旅最高ですね。その後大した渋滞に巻き込まれることもなく、10分の遅れのまま金沢駅へ17時10分到着いたしました。今回はトラベルアイのバスツアーに参加して能登のさまざまな観光地を巡ってきたわけなんですが、当チャンネルといたしましても今後今すぐ行ける能登の観光地や美味しいお店などを紹介していく予定でございますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。あとマスター J 僕個人の意見ですけれども、こうやって能登へ旅をする、これはですね観光業に携わる方や、それから飲食店サービス業に携わる方の支援になると思うんですよね。ですので当チャンネルといたしましてもそういった支援を惜しみなくやっていきたいと考えております。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。